大阪で人気の低価格雑貨店が相次いで東京に進出です。今日東京原宿にオープンしたあそこは21円からという低価格が特徴です。個性的なデザインの文房具やキッチン用品、アウトドアグッズなどが整然とディスプレイされています。今年3月に大阪に1号店を開店して以来、1日平均2000人が訪れるなど話題を集めています。すごく可愛いものがたくさんあって楽しかったです。100円、200円、300円って感じ、はい、気軽に買える。来月2日には同じく大阪で人気のデンマーク初の雑貨店がオープンする予定です。